皆さんこんにちは。潟上市出身のタレント澤井優香です。私も小学校の頃に幸之助さんゆかりの草木谷で田植えや稲刈りをしたんですよ。今日はここ潟上市郷土文化保存伝習館石川お資料館を皆さんにご紹介します。国道から降りて山田地区に入ってきますと、この資料館に到着します。階段を上がって2階に展示室があるので行ってみましょう。あれ、階段に何か書いてありますね。寝ていて人を起こすことなかれ。私この言葉知ってるんですけど、皆さん分かりますか？これは経済の言葉14箇条という力之助さんの名言の1番目の言葉で、まず先に自分が行動しようという意味が込められています。力之助さんはどうしてこのような言葉を残したのでしょうか。行ってみましょう。階段を上がるとまた力之助さんの名言が並んでいます。2階へ行ってみましょう。2階に着きました。こちらは受付で、さまざまな資料を読みながら一休みできる場所となっています。こちらには石川力之助検定で合格した方々の名前がずらっと並んでおります。私も受験したらここに名前が載るのかな。こちらには力之助さんの年表、そして左側にはこの資料館の裏手にある力之助さんの遺跡についての説明のパネルが飾られています。こちらのパネルは石川力之助王です。石川王は江戸時代の終わり頃に生まれ、明治へと変わる大きな転換期にここ山田村へ婿養子に来て、大正の初めまでの71年間を農業振興と農村救済にその生涯をかけて生き抜いた私たち潟上市の偉人です。こちらのガラスケースの中には力之助さんに関する研究書、こちらには力之助さんが娘や門人たち、お弟子さんなどに送った書簡や日記など貴重な資料が残されています。1枚目、暁の読書は14歳頃のこと。本家に奉公した時に本家の主人に勉学を禁じられたものの、どうしても本を読みたくて朝2時に起きて勉強しました。2枚目、農業豊作会は21歳で秋田市からこの山田村へ婿入りした頃のこと。3枚目、交換会の始まりは28歳で県庁の役人となってからの功績の一つです。4枚目、山田村を良くするためには11年間の県庁勤めを終えて村に入り、村の借金問題に取り組みました。5枚目、草木谷の暮らしはこうした指導に一区切りがついた頃、自ら貧農体験、貧しい農家の暮らしを実践したこと、その次適産調べは今度はその後実際に田畑や山林、人々の生活を調査し、その村に適した農業や生活、経済を示した活動です。最後の暁の啓示は力之助さんの最後の農村救済指導で人々に残した貴重な教えです。それではもう少し詳しく石川力之助さんの一生を見ていきましょう。これは力之助さんが県庁に通う時に着ていた服の実物です。種苗交換会を始めた人は力之助さんです。来年は潟上市で種苗交換会が開かれますよ。県庁職員を辞めて村へ戻ったのが39歳、その頃のことを解説しているコーナーです。さあ、ここに経済の言葉がありますよ。
その第1条に寝ていて人を起こすことなかれと書いてあります。どんな思いがこもった言葉でしょうね。これは力之助さんといえばこの板というほど有名なものです。実際に見て正解を調べてみてくださいね。草木谷での2年間の生活を解説しています。次は力之助さんとその門人が行った有名な取り組み適山調べです。時間割り、絵地図なども展示されていますので見学の時にしっかり見てくださいね。九校巡回指導と呼びます。全国を回った農村指導の中でも九州にいた時のことは皆さんの副読本にも詳しくついていますよ。これは吉凶屏風です。屏風とは部屋の仕切りなどに使うものでした。この屏風の上には実は意外なものが貼られています。それが何かは見学の時によく見てください。亡くなる直前の最後の指導、小涌首村苦笑菜の救済です。そしてこれが力之助さんが最後に死の間際に書き残したもの。しっかりとこの言葉を見てほしいと思います。練習会の3階から外に出てきました。ここから右と左に道が分かれているのですが、まずは右に行ってみましょう。右の道を進んで一番奥にあるのが茶畑文庫です。こちらには力之助さんが集めた雑誌や資料が保存されています。そのお隣が松庵、力之助さんが晩年を過ごした庵です。これは何でしょう。村の人たちを起こすために鳴らしたものですよ。名前が知らない人は調べてみてください。小庵の中もこの板もぜひしっかりと見てくださいね。その手前に何か蔵のようなものがあります。こちらは備考倉です。何が飾られているか、力之助さんがこちらに何を所蔵していたか、ぜひ調べてみてくださいね。備考倉の向かいに梅の屋という小さな家があります。これはお孫さんの教育のために草木谷から移してきた小屋だそうです。誰が住んでいた小屋かが力之助さんの思いを知る大ヒントになります。調べてみてください。これは三井文庫といって力之助さんの貴重な資料が収められていました。梅の屋のお隣にも蔵のようなものがあります。伊調文庫、個人道文庫とも言われるそうです。今度は定習館から出た分かれ道の左の道に進んでみます。ここは石川会館というそうです。夜学会などにも使われていたそうですよ。少し山道を下ります。この先にはここは力之助さんとそのご家族のお墓です。力之助さんのお墓の文字は誰が彫ったのか調べてみてくださいね。伝習館から山の方に向かって 1.6 キロほど、約5分かけて進んできました。この先の道を右手にずっと行くと草木谷があります。私も小学校5年生の頃に田植えや草刈り、稲刈りをした思い出の場所です。行ってみましょう。こちらが草木谷です。先日稲刈りも終わりました。そして後ろにあるのが力之助さんが2年間暮らしたと言われている五字庵です。どうして五字という名前が付けられているのか、皆さん調べてみてください。練習館の前へ戻ってきました。この他の資料もしっかりと
復習してから検定に挑戦してください。そしてこの練習館にもぜひお越しくださいね。実際の資料を見て力之助さんの功績や私たちに伝えたい思いを感じてほしいと思います。それでは私の案内はここまでです。皆さん寝ていて人を起こすことなかれ。